Hey guys, welcome back to Ghostwire Tokyo. We are about to do the Spirits in the Modern Age side quest, as you can kind of already see on by the location too. And just gonna look for the quest here. Oh, there it is. Hey, look at that box. Spirit photo. The photo missions tab on the missions menu has been unlocked. Select the photo you obtained there. Okay, open. Oh, you can actually zoom in, that's cool. Oh, you can flip it? Nice! そういうものは撮影された場所に行って直接浄化するしかないんだ。KK がそんなことをしてたのか？まあな。というわけで、その写真の浄化はお前に任せるぜ。なんでそうなるんだよ。俺の力を貸してやってるんだ。それぐらい手伝えよ。Okay. Put away. Oh, that was a quick side quest. Huh. Identifying haunted spots. When you are close to a spot where one of your spirit photos was taken, you'll be given the option to examine the area more closely. Taking a photo that matches the position and angle of the sample photo will reveal the source of the area's negative energy. L2 to examine an X for photo. You can examine the spirit photos of your possession by checking the photos mission screen of the game menu. After examining the photo, you can quickly put it up again and... Okay. And we'll try to remember those. Right, I think I found it. So it's right here. If you follow this massive road, it's right there. Kind of on the angle there. And then if we open the picture, I'm hoping it's like right about there somewhere. Maybe. There it is. Got it. Let me take the picture, I guess. Or maybe I need to do it exactly the same. It's like... Ah, there it is. I see. Booyah! That's the spot. Hey, get over here. This is not Mortal Kombat. Alright, so left, right, up, down. Left, oh, left, right, up, down. Got it. Awesome. Sweet. Oh! That's cool, I suppose. 1,000. There are more photos back in the... Oh, okay. Side mission complete. Sweet. And I guess there's going to be loads more of those, and probably a trophy tied to that. Alright, search for a... Okay, that's another side quest. I'm going to end that here for this video. If you want to check out any more of this game, you can find it at the end of the video. And as you can see, we did have another one just pop up there, which I'm going to go and do some other ones, and then we'll go back to those ones in the future. そうだ、よくわかったな。まあね。
っとここだ。少し違う気がするな。こんなのじゃないな。きっとここだ。こっちじゃないか。きっとここだ。こんなのじゃないな。とここだ。そんな写真だったか。場所は合っているな。あとは浄化するだけだ。違う気がする。こんなのじゃないな。よし、それだ。誰も俺を見ないのか。嫌な気配がなくなった。もう大丈夫だな。写真の場所だ。浄化しようぜ。それだな。行き先は地獄。地獄。これで呪いは消えたな。ここだ。ここか。来い、化け物。こうやるんだよ。よし、一つ完了だ。浄化する写真がないぞ。アジトにまだあったから取りに戻ろうぜ。質問に肉体もやがて消える。
そして行き場を失った魂。なぜ消えなければいけないのか。写真の場所だ。救おうと思わないのか。私が求めているのは。よし、取れた。私と変わってよ、お願いだから。愛とは私のことを言うのか。この行いのことを。これで呪いは消えたな。場所は合っているな。あと、ここか。上の階の住人がうるさいのよ。まあ見ておけよ。頑固な呪いだぜ。ここで撮影されたんだな。よし、撮れた。立ち退きなんて絶対に嫌。俺が手本を見せてやるよ。頑固な呪いだぜ。持ってきた写真はもうないぜ。アジトにある写真を取りに戻るか。ここだな。この絵だ。落ちたくないのよ。綺麗になった。これでいい。嫌な気配がする。いい感じだ。体を借りるぞ。綺麗になった。これでいい。
ここだ。浄化しようぜ。この絵だ。次は私を裏切らないでね。こうやるんだよ。綺麗になった。これでいい。ここだな。この絵だ。看護師は嫌い。すぐに嘘をつく。よし、任せろ。嫌な気配がなくなった。もう大丈夫だな。新しい写真を持ってこなきゃ。アジトに行ってみるか。見つけた。そんな写真だったか。よく見つけたな。違う気がする。この場所、嫌な気配がする。この絵だ。またここに来ちゃった。よし、一つ完了だ。見つけたな。それだな。体を借りるぞ。よし、一つ完了だ。写真の場所だ。少し違う気がするな。この絵だ。住み心地がいいわ。
よし、一つ完了だ。ずいぶん霧が晴れたから調べられる場所も増えたはずだ。アジトに戻って新しい写真を持ってこようぜ。写真の場所だ。この絵だ。何写真撮ってんだよ。俺が手本を見せてやるよ。人の恨みはなかなか消えないもんだな。見つけた。いい感じだ。もう働きたくないんだ。綺麗になった。これでいい。見つけた。ここか。よし、一つ完了だ。ここだな。よし、取れた。なんで俺を。これで呪いは消えたな。浄化する写真を撮りに戻ろうぜ。そうだね。探索する範囲も広がったしね。ここだ。さあ出てこい。俺を騙しやがって。よし、任せろ。ここはもう安全だな。
よく見つけたな。それだな。この場所は俺の全てだった。このああ、見ておけよ。嫌な気配がなくなった。もう大丈夫だな。写真の場所だ。ここか。早くこの自転車に乗りなさい。よし、一つ完了だ。場所は合っているな。あとは浄化するだけだ。これだ。ブランコ、面白い。こうやるんだよ。綺麗になった。これでいい。浄化する写真がないぞ。アジトにまだあったから取りに戻ろうぜ。うわ、こんな近くに。いいね、悪霊がいなけりゃ。ここは私の世界よ、邪魔しないで。呪われてたんだな。気づかなかったぜ。引っ越した方がいいんじゃない？うん、考えておくよ。嫌な気配がする。少し違う気がするな。よく見つけたな。そっちじゃないぞ。よし、取れた。ここに近づくな。俺たちみたいになるぞ。嫌な気配がなくなった。もう大丈夫だな。写真の場所だ。この絵だ。ここに来れば一人じゃないわ。
よし、任せろ。呪いは消えた。もう十分だ。これで最後だな。やるね。まさか全部片付けるとは思わなかったぜ。もうやり残したものはないよね。ないない。いや、そうだな。せっかくだし、依頼してきた宮司の神社にお参りだけでもしておこうか。この状況で無事とは思えないが、挨拶ぐらいはな。おい、まさか。あんたしぶといな。お前に言われる筋合いはないぞ。なんだそのざまは。うるせえな、いろいろあるんだよ。それよりも、あんたに依頼された写真を全部処分したぜ。おお、君が代わりにやってくれたのか。ええ、まあ。よくやってくれた。この街も静かになるだろう。元に戻すのが先だけどな。そうだな、お前たちなら大丈夫だ。任せたぞ。Thank you so much for watching. Let me know in the comments section what you thought about it below. Check the links in the description and you can pick which platforms to follow me on. If you're new around here, how about subscribing and clicking the notification bell, as I put out new videos every single day. I've been Victor the Dragon, and I'll speak to you soon.